今日はですね、僕がよくワンピースのネタをねしてたら、その動画を見てくださって、ワンピースを見て、感じる作品を作ってほしいと。そうそうそう、うん。そういう依頼が来まして、今日はこの油絵だっけ？油絵で、ワンピース関連の、まあ、何でもいいらしいね。絵をちょっと描いてみようかなと思います。で、まあ、僕はね、黒ひげっていう、登場人物の闇の力が好きなんで、ちょっと闇の力とルフィのゴムの力の交わりをちょっと表現したいなと思います。はい、じゃあ描いていきましょうか。これ何？でもね、俺初めて描くんで、これ何ですか？これオイルって、ちょっと待って調べるわ。まあ、よくわからんけど、そう、厚塗りとかあってさ、うん、その水で伸ばさない、水彩じゃないから。これ黒じゃないよ、黒こっちか。まあ、ちょっと絵とか描き方ようわからんからさ、うん、ぶっちゃけ。で、おそらくこれを使うと思うんですよね。あ、え、それ多分待ってよ、なんて待ってよ、待ってよ。この中に多分オイルが入ってて、うん、絵の具の中にね、うん、で、こっちがさ、うん、例えば硬くな、乾いてっちゃうから、うん、その、硬くなった時にこう足して塗りやすくしたりとか、うん、その、硬さを調整する感じだね。ペインティングまあ闇の力ってさ、なんていうの、この闇って絶対存在するやん、この地球にも。聞いてます？うん、こうなんていうの確かに闇っぽいやつ。え、今何描いてるんですか、今それは。今、うん、闇をイメージしてる。闇の力、闇のオーラ。そう、わかるかな、この世界観が。君たちに、本当はね、もっとまがまがしいね、ものを描きたいんですけど。その点点ではこれ点じゃないから。え、点じゃない、点じゃない。何これ、これは気持ち、気持ち、うん、その要するに中心になるものがあって、力って、それに対してこう、うん、分かるかな君たちに、この才能が。こっからがね、繊細な戦いになってくるんですよね、実際。これね、これはすごい繊細な戦いになってくるんですよ。色は黒だけ使うの？いや、他も使う？もちろん。それを何作ってるんですか？作ってるとかじゃないこの、わかる？目つぶってるでしょ、俺ずっと。目、絵描いてる。え、目つぶってる？絵描いてる。目つぶってる。もうなんか、それ質感してもらえるから、魂が、絵が俺を呼んでるからさ。
絵が逆に俺を逆に俺が呼んでるから。おお、筆が進むわ。勝手に一人でに、ほら一人でに進んでる。わかる？俺と意識別に。わからん。意識と別。ここをこうしてくれって言ってる。うんうん。おお、ここ強めにみたいな。ここ強い、ここ強いんだ。ああ、そういう感じか。ここが強いんだ。わかるかな、この凄さが。ここも強みがいいらしいね、ちょっと。てか、ここがちょっとこう。基本的にね。こんなもんかな。もうちょいこの辺が弱いか。うん、まあ、闇が制圧してるからな、結局は。世の中全てを。わかるかな、これ。もう周りは闇なんですよ。ここが大事、すごく。ちょっと乾くの待ちたいですね。これで次に必要なのが赤。赤。うん。これがうまくいくかな。あ、ミスった。めちゃめちゃミスりました。足りませんね、これじゃ。いきます。ティッシュ貸して。ティッシュ。はい。え、何ですかこれ。すごい作品になってきたな。肌色は筆使わない。使うよ。
ここに多いの。シスラもあれだからな、吸い込むのが闇なんで、結局引っかかるのがね、こんな感じか。ナイロン巻き込んだ時に、でここにちょっと血を垂らしたいね、さすがに。これでうまくいくかな、最後うまくいくかな、これもっといきたいな。よし、完成ですわ。完成。うん、素晴らしいでしょ。うん、芸術ですね。うん、芸術、芸術でしょこれ、完全に。ちょっと乾くまで待ちましょうか。名付けて闇とゴムの戦い。素晴らしい作品じゃないですか。素晴らしい作品じゃないこれ。うん、まあ、俺言われとったからな、昔からピカソの生まれ変わりなんじゃないかって。これはこれ展示場に飾られるかもしれない。小学校以来かもしれない、マジで。この油絵みたいなのは